東京ファッションタウン株式会社はかつて存在した東京都などが出資する第三セクター会社。現在は株式会社東京ビッグサイトに吸収合併されている。東京都でファッションを軸にした都市づくりを推進していた当時の通商産業省のファッションタウン構想により1993年8月に設立された。設立時から業績が悪く、 経営改善のため、東京都市道による経営改善策対抗を策定した。2000年からは TFT ビルを当時の株式会社東京国際貿易センターへサブリースしたほか、主要銀行を中心に管理返済の猶予や金利減免などの金融支援、東京都から定期借地権50%免除などの支援を受けて、北が多額の借入金に伴う、 金利負担が重く、毎年大幅赤字を計上するなど、債務超過が続き、2005年3月31日に、東京地方裁判所に民事再生法の適用を申請した。負債総額は、約898億円である。その後、民事再生手続きが開始され、東京ファッションタウンは、タイム24と伴いに、2006年3月に、 株式会社東京ビッグサイトに吸収合併された。上期事業は2000年に株式会社東京ビッグサイトへ委託した。経営状況は極めて悪く、平成16年度の当期損失は26億7600万円、当期未処理損失は304億5700万円、債務超過額は132億1200万円にも上り、 平成16年度末の金融機関からの借入金残高は835億円に達している。2005年3月31日に東京地方裁判所へ民事再生法を申請した。負債総額は約898億円に達する。東京ファッションタウンビル東館西ての2棟からなるオフィスビル。ゆりかもめ東京臨海新交通臨海線。 東京ビッグサイト駅と直結している。ありがとうございます。